さあ始まりました「東京テイソンのオフィシャルチャンネル」よろしくお願いいたしますようこそバラティエチは作ってほしいんだよお餅にな3時のご飯ああわんぱくご飯ああもう作りますよそらで前回が銀、えー、に出したチャーハンチャーハンええどこが <laughs>

お前銀ぐらい髭生えてるな。<laughs> 弱いのが一個出た。<laughs> 弱いのが一個ポロっと出た。<laughs> 今回はね、みず水水肉の。もう一回いくわ。うん、<laughs> ここを使うから。ここを使うか。<laughs> よくないですよ。えよくない。じゃじゃ俺もだって覚えてないから。向井さんに来年はたけの年だって言われたでしょ。う向井さんが向井の喋り方っていうね CBC のラジオで。 来年東京亭さんの武雄がちょっとブレイクするんじゃないかって言っていただいたそやつが2回も言い流しちゃダメだってやっぱりいやいやこ,んここは本当だって視聴者の方は見えないところだからききゃいいのよここはうわよくないやよく船乗って大丈夫ですか船来年任せて大丈夫ですか船うん何船,船が分かってないもんえ <laughs> 何船って えそれ本当にそのこえ,え何船って来たばっか日本えな何のわかんない,い<や>の船って何いやこやついやじゃじだって今ワンピースの話してて船って出されたら俺,俺もこの間この前サニーゴかなとか思うじゃんか本当に思うんだよその何をなんかその結構すっごいいろんなのが入って、うん、美味しい料理を食べた時に俺が、うん、もう本当最高級の食材を使ったハンバーガーですねって表現したのね。 おんおん、うん、ハンバーガーだったってことねその時違うんだよ <laughs> はいろんなすごく高級料理があったんだけどそれをあえてハンバーガーにして食べやすくしたみたいな <laughs> この感覚がみんながおおってなったんだけどタケルだけえハンバーガーえこれ違うよって,って <laughs> えど,どういうことだよ俺全然さっきのさっきの船もそのタケルに火事取らして大丈夫ねってあはい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 ,、はい、うっていう話をしたら船船 えだってこれワンピースの話してて急にフレって言い出したら<っ>サニー号だと思うやんいやだとしたらすごくかかってるいい発言だよえっちょっとハンバーガーは何 <laughs> いやそれマジで意味わかんないんだけどその <laughs> ハンバーガーがマジで意味わかんないんだけど <laughs> え何ハンバーガーってそうだそれを俺はそのなんか映画で例えた映画なんかいろんな RRR だよ RRR 見て本当にもうめちゃくちゃ最高級のハンバーガーって言ったのうんうんそれをお前はなんかハンバーガー出てきてないから あ、まえ、その船の、大丈夫、俺、船。や、もやばい。大山だよ、お前。大山、大山、やばよん大山、やばよ。俺、大山、やばよ。初めてだよ。お前のこと、ぶった叩いたよ。ただのボール。いや、もう、そん、そん、どうでもいい。そんないいんです。だから今回は、あの、三十四回に出てきてる、あの、なんか。やがら、が、あの、好きだ、好物、みずみずうのやつあるけど、食うか、みたいなんで、その。いや、これ、人間が。 食うやつなのにそいつも食うのかよみたいな感じで食べたシーンがあって、はい、その中の水みず,みず肉虫を今日はあの振る舞いたいと思います <laughs> だからまあこの世にもないからまあちょっと代用としていろいろちょっと今回は楽しみだな、はい、チャーハンとかパイユって正直このね俺らのいる世界でも食べれるけど水みず,みず肉は この、俺らのいる世界では食べれないから。これはでもそうだよ。本当にそうだよ。そう。だから、これをちょっとね、食べさせてあげたいと。楽しみですよ、私は。作りますはい。どうもー,ーいずこいナぶちさーんやっていこうさあ、ということで、水水肉はこのようにないので、豚肉のスペアリブで代用します。ローブンチーん 豚で代用しても肉がとにかく肉肉しいからたまんないでしょこれでもこれねあのビジュアルちょっと違うんですよやっぱレシピ本と漫画ではやっぱりレシピ本はこの世にある食材で作るからちょっとスケールがちっちゃいというかでもやっぱ漫画はもうとにかくスケールもでかい、まあ、肉もでかいみたいな1回でいいからこのでっかい肉ででかーい肉で再現レシピやってみたいなって思いますね みみずみず肉が出てくるのがウォーターセブンなんですよもうウォータータセブンといったら何って言ったら俺もイメージフランキーもうとにかくフランキーのイメージもうコーラもうフランキーイコールコーラもうタケル私イコールコーラでもあるんで私ももう何を食べるにしてもコーラですから焼肉食べるにしてもコーラもうお好み焼き食べるにしてもコーラポテチ食うにしてもコーラ寿司食うにしてもコーラもう刺身何でも全部コーラ 瓶を直飲みこれがいいだからフランキーお前は友達だあ忘れてたまな板と包丁クソお世話になりましてあとこれ蒸し器なくてフライパンに水を張って代用しております今回いろんなライフパックライフ知識これも詰まってるこれが俺の ワンピメッシュさあということで皆さんもレシピ本買って作ってみてちょうだい完成だおいお客様に人間の出口を見せるなさあできましたみずにみずにく蒸しですこれがかの有名なみずみず肉うまそうじゃんこれうまそうじゃないうん えな、なんですかそどういうわけですか ?3 時3時3時え3時3時時かそうです3時でこれ多分うまいぞマジでそう、手で食ってほしいよし手で食ってくれようわ柔らかででまあ最初そのまんまでいいかも分かったおいクソガキクソガキがいやいや クソガキがつけたいんだよなんで俺の漁道に食わしてくんねえんだよ俺がつく作った人の意見を尊重しなさい最初はいい3時言うかなそれ言うよ言わないねそれねご飯と一緒に食べたらいいからいただきますうわ、うん、ご飯と一緒に食べなさいなんだよ人参じゃなくてな何が言いたいご飯と一緒に食べなさいどうですか マジで、中国の屋台に絶対ある出た <laughs> 中国の屋台天一餃子の王将とかは、これ出した方がいいだかこれと一緒に白米かっくらう<お>マジでうまいこれうまいと思うわ水々肉でこんなやつこれもうぶっかけてもいいかもよ。本当？うんぶっかけんなよまだ、早いだろうん この感じがこの感じ分かるかなうん本当に止まらないんだけどこれはね本当に美味しいと思うマジで銀のチャーハンとパイユと比べてどう銀のチャーハンよりうまいわうわっマジかこれこれマジでその、みんなマジで真似した方がいいこれマジでうまい本当にありがとうぜひ皆さん家で作ってみてくださいこれはマジでうまいもうお,お礼にほらたけるのこれギャグギャグを出た俺のギャグノートうん まずギャグギャグっていうのがあってギャグあるじゃん要は何か畑陽翔さんのギャグギャグのギャグは「海空インカさんのギャグ」「最高!」これギャグじゃなくて「最高!」ってんは江戸はるみさんは 江戸晴るじゃなくて三重夏夫さんのゲ江戸ね東京だからね、うん、パーグーだからね<う>、うん、これずっと見てこれ見ててさんよかった何をしてんのって思ってパー,グーじゃなくてパーも,てもっと書いてほしいこれちょっと、ね、めちゃくちゃ面白かったから逆逆ギャグですね、はい、ドラゴン桜の名曲ギャグギャグはドラゴン桜のっ <laughs> え、ドラゴン桜の逆逆、ありほうれんそのドラマの名言ですね。賢いやつとイケメンは刑務所行きだ。これです。高いんだ。あの、ドラゴン桜は、あの。あれ、ぶすぶす、ベルギーだけど、高いの、やっぱ。全部逆にするんだ。アリほうれんそは。はい、逆逆、ちょっと、セーにちゃって、タラちゃんの逆逆、じゃ、タラちゃんの逆。ハンマーヘッドシャークさん。

えっと見え夏はパーそうパー、うん、ああそうね先に言っとく言わないとめっちゃつまんない確かにわかんないな <laughs> う,うんこちら皆さんよかったらぜひ作ってくださいこれマジでうまいマジでこれがワンピースワンピース俺がワンピースうん本当にうまかった皆さんぜひしてくださいチャンネル登録よろしくねーおいビブラートダムライター